どうもこんにちは、ドッグトレーナー翔吾です。はい、今日の質問は、犬の水浴びって毎日やっても大丈夫でしょうか。はい、ワンちゃんの水浴びですね。これで気になる方ね、多いんじゃないかなと思っていて、これから暑くなってくると、いろんなところでね、プールを再開したりとか、お家でもね、子供用のプールだったりとかね、ホースの水でバーって遊んだりとかね、そういったことが増えてくるんじゃないかなって思っております。そんな中ですね、気になるのが、ワンちゃんを濡らしちゃっていいの。例えばね、トリミングで言ったら、一定の期間は間で開けてねって、あんまり毎日洗ったりするの良くないよとかって聞きますよね。じゃあ水浴びって毎日ってどうなのっていうところからお話をしていきたいと思います。まずはトリミングの時になぜ頻度が近いとあまり良くないかってなってくると、もちろんワンちゃんを綺麗にするのにトリミングって非常に大事です。毛が汚れたりとか、あとワンちゃんたちもね、皮膚から油がね出るからね、汚れちゃったりとかね、あとは皮膚がね悪くなっちゃう子もいたりするので、一定期間で洗ってあげるっていうことは非常に大事。ただね、人間の頭皮も一緒ですけど、いつもいつも洗ってると、中には皮膚の弱い子だと荒れちゃったりとか、あとはね、ワンちゃんもそうだし、生き物ってある程度ね、油でコーティングしてるっていうのは元々あるんですよね。なので大切なことでもあるんですよ。なので必要以上に油を取ってしまうと、毛がパサパサになっちゃったりとかね、あとは皮膚トラブルにもつながるんじゃないかなっていうところで、トリミングは一定期間空けてくださいねってなってますね。さてさて、その中でまず毎日水遊びってしてもいいのかなっていうところにお話を持っていくと、基本的には大丈夫だと思ってます。皮膚が特別に弱いとか、あとは本当に一日中使ってるとかだったらあんまり良くないですけど、ちょこっとバシャバシャって遊ぶ分には全然平気なんじゃないかなって思っております。さっき言ってたワンちゃんたちの毛とかね、皮膚にも油があるので、もちろんね、浸透するっていうことはある程度はあるんだけども、ただそれが水で遊んでる分には取りすぎちゃうっていうことはあんまりないんじゃないかなと思っていて、それこそね、シャンプー使ってゴシゴシとかやれば、皮膚とか紐もねパサパサになってきたりするかなとは思うんですけども、水遊びしてる分には大丈夫。じゃあ何を気をつけたらいいのかなってなってくると、やっぱり乾かす時ですね。特に夏だと結構乾いてくれるから、生乾きちょっとね、半生状態でもいいかなとか、あとは乾かさないでね、自然に乾かすみたいな方もいらっしゃったりするんですけども、気をつけていただきたいのが、特にね、足の指の間ですね、そこがやっぱり一番赤くなって舐めちゃったりとかね、そういうのが出てきやすいんじゃないかなと思っていて、しっかり乾かしてもらうっていうのは一番いいんですけども、特に乾きにくい場所、脇の下だったりとかね、足の指の間とかね、そういうところはね、しっかり乾かすようにしていただいた方がいいんじゃないかなと思っていて、できればね、体もちゃんとね、乾かしていただいた方がいいかなと思うんですけども、特にね、乾きにくい場所っていうのは気をつけてやっていただいた方がね、いいんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さんもね、そんな風にね、夏の水遊びワンちゃんにさせてみてください。はい、というわけでね、夏水遊びワンちゃんたちもね、いい季節になってくるからね、バチャバチャ遊ぶことが多くなるんじゃないかなとは思うんですけども、そうすると汚れが気になってね、自分たちも洗っちゃったりすることもあると思うんですけど、もちろんね、時々だったらいいんですけども、洗うのにもね、一定頻度間開けていただくのがもちろん大事にはなってくるし、水遊びした後もね、できればね、ちゃんと乾かしてあげた方がね、皮膚トラブルとかも少ないんじゃないかなと思いますので、遊んでもらう分には全然 OK なんですけども、その後のケアだけですね、しっかりやってあげて気をつけるようにしていただけたらいいんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さんもね、この夏お水でワンちゃんと一緒に遊ぶ、非常にいいことだと思います。ただね、そういったところ気をつけないと、後からね、思わぬね、病院代かかってしまったりとか、ワンちゃんが痒くなってね、辛くなる思いみたいなのがね、出てきちゃったりすることもありますので、ぜひね、皆さんもね、気をつけて水遊びさせてみてはいかがでしょうか。